This is all about fun. Stay tuned. The Johnny Channel.今回は早いよ。はい、今回早いな。はい。うん。いや、早い早い早い。ね、3年ぐらい、ね、あれもう一個どこベアリングのあれは、うん、あ、それ、あ、これがベアリングやね、うん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 、ちょっとこれ来て、わし死んだして意味分からへんねんけど、調べやよ、うん、今はええわジャンクさん YouTube でグランク死んだし出てくる、ああ、そうだ、邪魔臭いって、いや YouTube してるから邪魔臭いの、いや、もう 手汚れてたからね、あれ、うん、あれな、日本のバイクって何があんの、ペケジェ、ああ、あれのオイル交換しよう思ったら、うん、あのエクステンションとかあの辺のね、前の集合管のとこからこう出とるんですわ、あの、なんかいやいやさ、エクステンションないと無理やし、でシャベルに入れたままやってんやし、俺キャブがもし外れた時、あれエクステンションいるさかい、うん、あ、これまだあとちょっとね、うん、来週に何も変わらんまま、うん、ここにあると、うん、そうやと思うで、ボーリング屋さんやね、うんうん、あれ2ヶ月言われたらショックやな、どうしよう、乗り立ったらどうしよう、え、もう解消されてるでしょコロナのあれ、もう半導体も入ってきたし、ほんま、うん、会社泊まることないもん、ない、あ、思いつきで言っただけやけど、いや知らん知らん、はよしてくれ、はよしてくれ、病気でできそう、過ごしたもんが悪い、うん、そうやそうや、乗り方が悪いんやろな、よかったでも部品あって、別にこれ皿でもええなと思ってんけどね、うん、10万ぐらいのもんやったらね、うん、まずいけど、あんやったらそれに越したことがないし、うん、高いな、高い、ほんま高い、まあまあ、言ってた予算のあれでいきますね、だいたい、だいたいですよ、うん、ならいいわ、こんなもん安々思ってたら意外と高いな、3000円ぐらい思ってて、こんなもん、そう、見ててびっくりした、8000円まあ、50年前の部品がこうやって簡単に出てこないからね、大したもんやね、こんな国産やったらこんなわけいかへんよ、ほんまに、うん、それこそ毎日ヤフオク見ながら、やっぱりハーレーやな、うん、あ、値打ちある、直す価値はある、うん、すいませんけど頼ますわ、任せとけ、はい、